千住寺の中には九つの塔頭があるんです、これすごいね。いやあの即成仏できるお寺、ぽっくり寺ぽっくり寺と。どれぐらい、何メーター、大体10メーターぐらいございます。はあ、まずですね、ちょっと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 、もっともったいぶらかす、もっともったいぶった方がいいですよ、これ。僕よ、素直、謙虚、感謝って言うてるけど、あれ、ここだけで喋ってたな、思って。僕らの番組ってこんな番組ですか。やっぱり日々成長ですよ、ね、そして日々精進、はい、そしてまだまだ知らないことがいっぱいある、あるそして我々この京都に住んで二十数年、はい、全く京都を知らない、はい、知ろうともしなかった奥深いですね、はい、まあ、前回から千住寺の塔頭行かしてもうて5つ行かしてもうたんですけど、はい、もう今日はもう6つ目から、はいはい、全部回りたいと思います。お願いします、お願いします。ここは今熊野観音寺、こちらから、はい、今日は御朱印行脚、御朱印行脚よろしくお願いします。御朱印行脚、初めてなんですけど、はい、今熊野観音寺、うん、あの西国33箇所の、うん、まあ、一つ、うん、みたいですね。うわあるんですね。また空気が全然違いますね。森さん、ねえ、11面観音だ、11面観音、うん、お世話になります。おはようございます。十一面完全音菩薩って書いてます。はい、全然知りません、知りませんでした。あの当山は平安時代に、はい、弘法大師、はい、空海さんという方が、はい、創建に携わりまして、はい、あのこの観音寺の十一面観音様は空海さんが彫ったと伝わっております。ここはここあれですよね、うん、しかもあの西国の33箇所の一つでもあるんですね。そうでございます。あの西国の33所観音霊場というのがございまして、はいはい、あのその15番札所でございます。今ふと思い出したんですけど、はい、ここのね、はい、うちの死んだおばあちゃんが、はい、ちょっと頭痛持ちやったんですよ、うん、で頭に効くっていうので枕カバーを引いて寝てました、うんうん、この観音様が枕元に姿を現されて、はい、その頭痛が消えたという霊言が伝わっております、うん、はい、それに従って、うん、まあ、あの皆さん枕を持ってきて、あ、やっぱそうなんや、枕を持ってきてご祈祷する習慣があったんですけど、へえ、そうなんですよ、ほんまにそうなんですよ。今枕カバーをご祈祷して、はい、あのお授けしております。そうですよ。この枕カバーですけれども、あの頭痛封じと最近にはあのボケ封じにも御利益があると伝わっておりまして、まあ、頭に関することのお悩みを一手に担っております。はい、今この正面にいらっしゃる観音様が、はい、観音寺 の, その空海さんが彫ったと伝わっておる十一面観音様 の,、はい、あのお前立ち様といいまして、はい、お大さんが彫った観音様は普段姿を公開しておりませんので、はいはい、その代わり、はい、大体同じ大きさ、はい、同じお姿の十一面観音様を、はい、このお前立ち様として正面にお祭りして、はい、普段あのお勤めしております。ちょうど今この目の前に、はい、この色鮮やかな五色の紐で、はい、あの垂れ下がっておりますけど、はいはいはい、この紐というのは、はい、このお大さんが彫ったと伝わっておる十一面観音様の、はい、手に結ばれておりまして、繋がってるんですか？繋がっております。直接、はい、あのお姿をに触れたりできませんので、はいはい、その代わりこの五色の紐に触れていただいてご縁を結んでいただいております。十一面観音さん、あ、すごかったね。紐ですよ、うん、びっくりしたね。ほんまにびっくりしましたね。あれ向こうの、うん、手とつながってるんやね。まあ、手にくくられてる、くくられてるんやね。くくられてるみたいな。森脇さんなんかまたガサツやからもう、そうやね、俺バーンって引っ張ったら もう取れたのと。ね、本当倒れてこられたらどうしようかな。支えにかれよもうね。ご主人をよろしくお願いします。これですね。
ありがとうございます。はい、行きました。副住職さん。はい。なんて。大悲殿でございます。お母様がいらっしゃる場所でございます。プロ野球選手のサインかな。いやいや、かっこいいですね。ってあるからね。はい、7つ目、はい、雲龍院さんです。雲龍院さん行きましょうか、はい、ここはもうちょっと真面目にお願いします。はい、いや全部真面目ですよ、はい、何を言ってるんですか。今びっくりしましたけども。あ、また綺麗ですね。うわ、雲龍院、雲龍院ですね。院、我々刑事と申します。よろしくお願いします。うわ、天龍寺派の別格本座雲龍院となっておりまして、はい、こちらの建物でございますけども、はい、国の重要文化財に指定されたお堂でございます、はい、でこのお堂の名前はこれ龍華殿と申しております。龍華殿、はい、もともとこの雲龍院の横に龍華院というお寺があったんですけども、はい、その2院が合併しまして現在の雲龍院となりました。それでは中の方ご案内させていただきます。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。こちらのご本尊でございますけども、薬師如来、薬の壺を持ったお薬師さんで、両脇に日光札月光仏の薬師三尊が、ご本尊でございます。で藤原時代の、作と、なっております。こちらはやっぱり写経を体験なさらはる方が多いんですか。です、ね、最近は朱印帳、はい、お家の方に、はい、たくさんおられますけどもね、もともとはお経を納めた収支として、もらうのはこの、御朱印帳と言ってますけども、もともとは納経と言いますね、はい、納める、納めて、はい、こっちに。そうですね、それが御朱印の元々の始まりです。あ、そうですか、はい。知らんかった、記念かな思いました。記念スタンプではないんだね。そうか、はい、今ね、あの写経を書いておられるお姉さんがお二方おられました。今日は何回目なんですか。写経は初めて。初めて、はい、ここどちらから来はったんですか。東京です。東京、はい、住職さん、やっぱり願い事を写経に書くってことですか。そうですね、ただ書くだけでしたらただの習字ですのでね、はい、そこにあの願い事を込めて、うん、そして仏様にね、この願い事が叶うようにと、うん、自分も、それに精進して努力するということが大切です、うん、願い事書かはりましたか。はい、書きました。それは大体大雑把でいいんで、大体どんな何系になりますか。あの、はい、いい人が、うん、良縁、はい、良縁、そう、そういうとか、なんていうか、なんていうんですか、良縁、良縁成就でも、そう、なかなか良縁成就って書かなかった、うん、ぼーっとしててできるわけないですもん。わざわざ、そうなんですよ、わざわざ東京から京都に来て、そしてこの1時間の時間を真剣ですやるっていうことが、やっぱり住職大事です。そうですね、それはもう努力の賜物ですからね、うん、おじゃあそういうことで、もう誰よりも早く出してもらいましょう。おめでとうございます。住職、今からこれ歩いてるのは我々どこに向かってるわけなんでしょうか。まあ、こちらあの、はい、本堂をお参りしていただいたので、はい、その後にちょっと悟りの間というお部屋。悟りの間。悟りの間。はい、そちらのね、四角い窓がね、迷いの窓と言われております。迷いの窓。はい。あというのはね、角が4つございますでしょ、はい、でお釈迦さんがといった宿泊の宿、生老病死を表しております。苦しみが4つございますのでね、あの迷いの窓と言っておりますけどもね、はい、まあ、その角が取れて丸くなったことで、こちらの丸い窓が悟りの窓と、言われております。これね、あの、うん、柳田さんね、どんな感じですか。悟りの窓っていうか、ね、もうあの景色か絵か写真かが、うん、もうなんか分からないぐらいね、スーッと入ってくるんだよね。思いますか。心を穏やかにするという意味がございます。症状ならばそこ綺麗なお月さんが映りますけどもね、うん、波が立つとね、やっぱりぼやけて乱れてると、ますで、それを自分の心が常にこう水面が綺麗な状態でいられるようにということで、思っておりますね。すごいなぁ。悟りの窓を行ったら丸いのね、本当に2メートルぐらいしか離れてないんやけども、ものすごく奥行きまで見えるよね、あれ。なんやろね。あでもいやようできてあんねんね。柳田さんがそういうのをね、うん、
りそういう説明できるやっぱ悟りの心があるっていうのはある程度年齢的なもんもあるんじゃない。まあまあまあね、あれでもだから中学校では分かんない、ね、んなもん中学2年の時の森脇健児少年なんかやったらもうめちゃめちゃや、もう入れてくれやれへんわ、まあまあまあ、あそこでもう写経書いた時点で暴れてたと思うわどんだけ落ち着きのない子供なんですか柳田さん、はい、御朱印の意味分かりましたね。分かりました。スタンプ押すってだけじゃないんだと、ちゃんとお話聞いて、はい、そして写経書かなあかんかった。で、あの悟りの間でよく分かりました。はい、あのご本尊お参りしていただいたんで、はい、それで書かせていただきます。よかった、はい、ありがとうございます。すいません、頂戴いたします、はい、確かに今書いててました、うん、これです。龍華殿と申しております。あ、そうか、あのお参りした。そうそうそう、本堂のね、本堂のお名前です。龍の花に、はい、川流れてますよ。へぇ、ちょっとした避暑地みたいになってますよ、ね、避暑地ですね。あ、雷郷院。雷郷院さん、大石蔵之介さんの、ええ、の茶室があるとは聞いてるんですけどね、はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもようこそ。こちらがあれですか。はい、あのお庭になるんですけども、はい、大石蔵之介の建てたお茶室のある、はい、あの岩水軒と、はい、あ、これですか、建物。はい、うわいるんですか。で、こうなってるんやね。ここは金王寺と言いましてね、はい、あの普通はまあこちらの、ああ、そういうイメージですね。はいはいはい、ここから入るときは武士は刀を抜かないと入ってこれない。はいはい、ね、まあ道士をここへ読んでね、はい、で打ち入りの密談をしてたんだろうという感じがね。そうですか。あの大石蔵之介、まあ茶室があって、うんうん、知らなかったね。全然知らないです。全然知らない。京都にあった。全然知らないです。はい、いや、あの山科北までは知ってるんですよ、うん、なんとなく、うん、大石蔵之介、大石蔵之介、そこぐらいですね、うん、あとはまあちょっと飲みに来てて街中、うん、伏見の方来てたとかね、うんうんうん、さあここでお抹茶をいただけるということなんですけども、うわぁ、今日は本格デッキやで、これも大石蔵之介がね、飲んだんちゃうかと言われる。僕らもちょっと作戦立てなきゃ。そうやね、蔵之介の家紋ですね、二つ止まりの、うん、日本人好きですね、赤穂浪士。そうです ね、 ね、だけどね、あの、うん、最近修学旅行で来た中学生とか高校生はね、はい、ほとんど知らないですよ。忠臣蔵を知らんねんね。あれ、涙、あれも涙物語やからね。まあまあ、ね、最後ちょっと泣きますからね。若い子を連れて引き連れてよう行きましたな。森脇さんは松竹芸能で47人の若手引き連れて、まあ、どこと戦うのか知らないですけど。僕もそれ今考えとって。僕もそろそろね。はい、大石蔵之介、現代の大石蔵之介に。うん、なりたいと思うのは勝手ですからね。思うのは勝手ですからね。まあ、止めもしれんけど。ありがとうございます。ちょっとあまりうまくいってないです。ありがとうございます。こんなに見てはるとプレッシャーが。はい。住職なんて書いてある。あ、幸福殿と書いてあります。もしまあ今この時代に大石蔵之介がまだいたならば、どんなことを我々にメッセージを送りたいとご住職だったら思いますか。まあそれはあの何ちゅうんですか、いわゆるその一旦その決めたことを、うん、このやり通すことの大事さみたいなんじゃないですかね、うん、まあ、命かけていかんますからね、覚悟ですよね。まあまあ今もそういう方がたくさんおられるとは思いますけどね、うん、はい、はい、最後のお寺、善能寺さん。善能寺さん。善能寺さん。お願いします。あ、おはようございます。どうも、こんにちは、森脇健。あれ、どうも。あれ、
聞かせてもらおう後輩じゃないですか。どうしちゃいました。実はですね、はい、この善能寺というお寺が、はい、無神のお寺ですんで、はい、まあ、歓喜が泉涌寺の本山の方で歓喜してますので、私が今回代理でご案内させていただくということになります、はいはいはい、無神なんですか。そうなんですよ。どっかで見た方やなと思ってんけど、村木さん最初こんにちはあれとあれ小竹芸能の芸人やったかな。なんでどっかで見たことを。こちら実はですね、本堂ではないんですよ。ないんですか。今この、お寺といいますのは、はい、伽藍だけが残ってる状態なんで、うんうんうん、本堂っていうのはもうもはや存在していない。なるほど。状態なんでございます。ここはちょっと覗かしてもらって大丈夫なんですか。ここは覗いていただく形で、こちらがですね、昇空殿という建物になってまして、こちらでは昇観音像を、お祭りしております。うん、まあ、ということはここで御朱印をもらうわけにはいかないわけです。ないんですよね。書いてませんかね。泉涌寺、本坊で受付をしていますね。じゃあ我々今からそちらに行かせてもらえますか。来てもらえる。はい、さあ森さん、はい、ついに来ました。来ましたね。御寺泉涌寺さん。うわー、これすごいですね。そんでこっから下の、うわ、こんにちは。お世話になります。まずこの景色だけでもまず素晴らしい。ありがとうございます。ねえ、観光客の方もたくさん来られます。この泉涌寺でございますけども、はいはい、もともとは戒律、お坊さんの約束、守ることを勉強する、修行するための道場でございました。はい、それが時を経まして四条天皇様のご葬儀を執り行ったことから、うん、この泉涌寺は皇室の菩提寺として、現在続くわけでございます。うんうん、では楊貴妃観音堂の方をご案内いたします。これですけども、楊貴妃の観音堂。楊貴妃観音堂ってこちらに、お祭りされております仏様が楊貴妃観音様でございます。楊貴妃様と申しますと世界三大美女のお一人でございますが、はい、この玄宗皇帝が亡き楊貴妃様を追慕して、国蔵させたというのがこの楊貴妃様でございます。もともと観音様というのは、はい、女性男性を超越した慈悲の深い仏様でいらっしゃいますけども、はい、この楊貴妃観音様はその中でも特に女性的な雰囲気を強く漂わせた仏様でいらっしゃいます。うんうん、でこれ今前にドッと見たら美人祈願とか山本様ありますけども、はい、縁結び、はい、縁結び、やはりここはやっぱり女性の方が多いんですか。さようでございます。今申しましたように、はい、世界三大美女ということでございまして、はい、美女、うん、美しさを求めて、うん、たくさんの女性が、うん、お参りされますね。はい、女性か男性か分からへん設定らしいんですけども、うんうん、まあ、明らかに女性での美人さんで、美人で、うん、もうほんまに美人やなってね。例えば安産祈願とか、はいはい、ね、美人祈願とか、はい、いろいろ女性の関するお守りがたくさんありましたね。はい、ありました。森さん、これ、はい、有名な、うん、そうだ京都へ行こうの。おCM? ポスターの。あー、これですよ、これ。ですか。わがまま言っていいですか。はい。本尊見せていただくことは。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます、本当にもう。本来はもう撮影禁止です。撮影禁止ですから、特別に。ありがとうございます。お世話になります。うわー。うわー、すごいな。うわ、こんな。上龍、はい、上の方には龍がいらっしゃいますね。狩野探幽の方に描かれました龍でございます。うわ、こちらお祭りされていらっしゃいます仏様方、こちらご本尊様三世三尊仏様と申されまして、この泉涌寺のこの三世三尊仏様は皆さん同じく等しくご本尊様でいらっしゃいます。はあ、そうですか。まずは左手の方、阿弥陀如来様、はい、釈迦如来様、うん、そして弥勒如来様がお祭りされていらっしゃいます。阿弥陀様が現在を、はい、お釈迦様が過去、はい、弥勒様が未来を守護してくださる仏様ということで、三世三尊仏様と。どう願い頭を下げさせてもらっていいんでしょうかね。そうですね、自分のご先祖様、はい、そして自分自身、そして自分の子孫のことを思い、そういうことか。またもちろん自分自身の過去の行い、今の行い、はい、そしてこれからの行いに対しての死後をお願いするための
仏様でもいらっしゃいます。森脇さん重いな。重いですね。真ん中の方過去でしょう。はい、いやもう過去も大事や。もう考えて、まあ、今もね、今もそしてみ、もう、いろんな意味で。すごいな。お撮影禁止らしいですよね。うん、まあね。今回皆さんのおかげで特別にっていっぱい見させていただきましたね。はい、そうです。もう何とも言えない、もうさすがでしたね。まああの。いやもう全部で俺らもですけど、やっぱ先祖に感謝、うんうん、そして今の感謝、そして子孫に感謝、これからね、そしてまた自分の過去、現在、未来についてっていうで、はい、じゃあ、はい、お参りしてくださいたら、もう何にもできんかったもんな。じゃあ御朱印ですけども、僕ら先ほど善能寺も行かせてもらったんで、はい、そしてこの泉涌寺さんと2つもらっていいんですか。はい、はい、では泉涌寺さんと泉涌寺、はい、とお願いします。はい、ではお預かりします。お願いします、はい、これは泉涌寺さんですね。はい、うわ、はい、そしてでは泉涌寺さんの方でお願いします。はい、うわ、ありがとうございます。見てやって書いてますよ。ちょっといいですか。チェックどんなチェックってそんなよ。チェックって言ったらこの方より上からの言葉です。だいぶ緊張しました。善能寺さんこちら何て召喚音ですね。はい、召喚音さんですね。そしてあこちらが千山善能寺ですね。はい、こちら黎明殿というお堂なんですけど、はい、で三寺って書いてます。はい、三寺泉涌寺。そしてこの、はい、菊の御紋、菊の御紋ですね。とあまりこうかからないようには。あ、ほんまや、なるほど、ほんまや。チェック終了でございます。こちらあの皆さん本日十箇条回っていただきましたけども、はい、これはあの十の仏様方お寺と縁を結ばれた、ケチを結ばれたということでございました。はいはい、仏様に縁を持たれるというのは実はあの簡単そうで、難しいものでございます。単に回ればいいというものではございません。皆さん一生懸命手を合わせて、わー素晴らしいなって思ってくださる、その心が一番大切でございまして、あの仏さんお参りしていただいた時に感動を持っていただく、心を動かしていただく、いつもの日常とは違う、お心を自分の中に見つめていただいて、自分を改めて見直す。ああいう仏さんの前で、仏さんってやっぱ偉いね。仏さんの前でやっぱり手を合わす、手合わせて、これが一番大切だっていうのを皆さんおっしゃいましたね。でも願い事じゃないです。ほんまにありがとうございますっていう。またまた、あこのだから御朱印あるやっていう言い方を、まあ、うちの東郷監督は作ってますけども、まあ、でも御朱印あんや、まあまあ、あんま腑に落ちてへんねんけどね。なんでやねん、あんだけ御朱印見ながら似たり出しほんまに似たり出し。いや僕はこう仏さんとのご縁を感じるあんやっていう、あの住職が口だけで喋ったらあかんやつ。心ここでハートで喋るわと。三六角タコ錦京都の街を歩こう。京都明日はこの街で色濃く残る記憶と風景、街並みに映るべき人は笑う。三六角タコ錦丸竹恵比寿に押し置いけ、シアやブッパが松万号城、関田チャラチャラ魚の棚、六条七条八九条、どうだこれが千年の都。